ようかな。もうさっきからケーキばっかり食べてるじゃん。ほら、時々サラダとかも取らないと。せっかくのクリスマスパーティーだよ。思う存分好きなもの食べたいよ。そりゃそうだけど。ほら、このティラミスすっごく美味しかったよ。ショートケーキも生クリームがふんわり甘くって何個でも食べられちゃうし。もう、タコが美味しそうに食べるから私まで食べたくなってきちゃったじゃん。決めた。今日は私も好き放題食べるぞ。一緒に食べまくろう。クリスマスか。雪の舞う道、人々の顔に笑顔が満ち、どの家からも楽しそうな声が聞こえてくる。私の誕生日と同じくらい儚い日だね。カオルさんの誕生日に皆さんがそうなるかはともかく、確かにホワイトクリスマスだとより儚い感じがしますね。マヤ、いいことを思いついたよ。儚い私と儚いクリスマス、この2つが組み合わせれば最高に儚い舞台ができると思わないか。クリスマスモチーフの舞台ですか。いいですね。面白そうです。衣装はすぐに用意できそうですね。雪の演出に使う機材も多分どこかにあったはず。台本を探してみましょうか。さすがはマヤだね。さ、可愛い子猫ちゃんたちに最高のクリスマスプレゼントを用意しようじゃないか。ひまりちゃん、カオルさんにクリスマスプレゼント持ってきた？うん、持ってきたよ。ピミは？私も持ってきたんだけど、いざ渡そうと思ったら緊張してきちゃった。その気持ちわかる。先輩、ほんとにかっこいいもんね。そうだ、それじゃあ一緒に私に行かない？ひまりちゃんと一緒なら大丈夫かも。一緒に頑張ろう。よし、それじゃあ気合を入れて。さんがさっきクリスマスツリーがもっとたくさんあったら楽しいのにって言っててさ。心らしいね。そしたら廊下にいた黒い服の人たちがざわつき始めて。黒い服の人たちって心のお家の人たちだよね。なんか今すぐクリスマスツリーを用意するんだみたいな声が聞こえてさ。え、それってどうなったの？鶴巻さんがみんなで飾り付けしたし、やっぱりこのツリーが一番ねみたいなこと言ったら静かになったよ。そっか、いろいろあるんだね。チキンも美味しいし、パスタも美味しいし、何を食べても全部美味しい。ひまり、さっきからずっと食べてない？次から次に美味しい料理が出てくるんだもん。大丈夫、もうお腹いっぱいだから。あ、デザート出てきた。あ、チョコレートケーキ美味しそう。取りに行く？ちょっと待ってろ。ちょっと考えるから。ああ、もうこんな時間か。そろそろ帰らないとな。アコ、そろそろ帰るぞ。もう？まだ帰りたくないよ。けど、あんまり遅いと怒られるぞ。ちゃんとお母さんたちにも連絡するから、もうちょっとだけ。しょうがないな。母さんたちには私から連絡しとくよ。けど、本当にあと少しだけだからな。人型のクッキーって可愛いよね。ジンジャーブレッドなんですね。私大好きです。あ
美味しいよね。クッキーに生姜を入れるなんてなかなか思いつかないかも。確かにそうですね。お料理に入れても美味しいですし、生姜はすごいです。食べるとポカポカするよね。ジンジャーブレッドマンを食べた時ってポカポカしたかな。確かめてみましょう。リミさん、今度作ってくるので一緒に食べましょう。今日お仕事早く終わってよかったね。そうじゃないとパーティー行けなかったもん。そうね、みんなで来られてよかったわ。けど、どうしたの千里ちゃん。今日はこの前撮ったクリスマスロケの放送日でしょ。どんな番組になっているのか少し気になってるの。まあ今日はそういうのは忘れようよ。録画だってしてるんでしょ。遊ぶときはとことん遊ばなくちゃもったいないよ。それもそうね。オンオフの切り替えは大事よね。サンタさんに雪だるまにベルに、すごい、いろんな形があって可愛いね。皆さんとこうやってクリスマスを一緒に過ごすことができてとっても嬉しいです。大切な人たちと過ごす時間は宝物ですね。そうだね。みんなと過ごすこの時間も素敵なクリスマスプレゼントだね。も来ていたのね。あ、みなとさん。どうも。みなとさんがこういう場所に来るのちょっと意外ですね。そうね、以前の私なら来ることはなかったかもしれないわね。こういう場所でみんながどんなことをするのか少し興味があったの。そうですか。あ、そうだ、まだ言ってませんでしたね。そのメリークリスマス。メリークリスマス。うわー、心の家すっごく広いですね。みんないるのに全然狭くないですよ。ねえ、広いとは聞いていたけれどこれほどまでとは予想外だったわ。けど、ゆきなさんがパーティーに来てくれるなんてあこびっくりしちゃいました。こうして他のバンドと触れ合うことで音楽的にも新しい刺激を受けられることもあると学んだからかしらね。なるほど。アコもいろんな人からたくさんいい影響を受けてよりかっこいいドラマーになれるように頑張りますね。ええ、期待しているわ。みんなで食べようと思ってお店のパンたくさん持ってきたんだ。なんと、さあや、最高のクリスマスプレゼントだよ。ありがとう。でもまずはクリスマスケーキから食べるでしょ。まずは食前のパンからにしようかな。その後ケーキを食べて食後のパンを食べる。そんなに喜んでもらえると持ってきた甲斐があるな。つぐ、私は考えたんだよ。どうしたの、モカちゃん。サンタさんってみんなの欲しいプレゼントを把握するの超大変なんじゃないかなって言われてみればそうかも。欲しいものを書いたお手紙があればいいけど書かない子もいるだろうし、しかも前日に手紙を書かれても結構焦ると思うんだよ。
だから欲しいものを書いてツリーに飾ればいいんじゃないかなと思って。それって七夕みたいに？ナイスアイディアだと思うんだよね。誰か採用してくれないかな。クリスマスに雪が降るとホワイトクリスマスって言うのよね。ああそうだな、いつもより特別な感じがするよな。雪降らないかしら。みんなでおっきな雪だるまを作ったらきっととっても楽しいと思うの。そうだわ、太鼓を叩いて雪を降らせてくれるようにお願いしてみましょう。思いっきり叩いてお願いしたら降らせてくれるかもしれないな。それじゃあ早速太鼓を持ってきてもらうようにお願いするわね。え？あ、ココロ？本当にやるのか？わー、みなとさんじゃないですか。次どれ食べようか迷ってるんですか？そうね、青葉さんのおすすめはあるかしら。これですかね。甘い系のパンですけど、くどくないんですよ。あと、これと、これと、これも美味しかったな。あ、青葉さん、そんなに取ってもらっても食べきれないわ。こんなのすぐですよ。それじゃあ、一緒に食べますか？ええ、そうしてもらえると助かるわ。奥沢さん、メリークリスマス。あ、市ヶ谷さん、メリークリスマス。これよかったらみんなに配ってるんだ。そんなに大したものじゃねえけど。プレゼント、ありがとう。じゃ、あれ、2つ？あ、うん、1つは奥沢さんの分で、もう1つはミッシェルの分。いつもお疲れ様っつうか。ありがとう、ミッシェルも喜ぶよ。わあ、クリスマスツリーがキラキラ光ってる。星が光ってるみたい。本当だ、綺麗だね。見て見てハグ、ごちそうもいっぱいだよ。うん、いい匂い。すごいすごい。コロッケもあるかな。今日はみんなで来られて嬉しいな。クリスマスパーティー思いっきり楽しもうね。みんなでクリスマスパーティーすっごく楽しいですね。うん、かすみちゃん風に言うとキラキラドキドキって感じかな。はい、今すっごくキラキラドキドキしてます。そうだ、あや先輩、後でみんなで一緒に歌いませんか？わあ、楽しそう。みんなでクリスマスソング歌おうよ。やったー。それじゃあみんなにも声かけてみますね。アリサ、メリークリスマス。はい、私からクリスマスプレゼント。うわ、わざわざありがとう。絶対気に入ってもらえると思う。なんだろう、開けてみてもいい？もちろん。見かけた時、アリサにはこれしかないって思ったんだよね。盆栽の写真のポストカードセットだ。すっげー嬉しい。ありがとう、ひまりちゃん。クリスマスパーティーとっても楽しいわね。ミッシェルも来られたらよかったんだけど。うん、ミッシェルは忙しいから難しそうってミサキちゃんが言ってたもんね。けどパーティーにも来られないくらい忙しいなんて、ミッシェルは何をしているのかしら。あ、わかったわ、カノン。わかったって何が？ミッシェルはもしかしてサンタさんのお手伝いをしてるんじゃないかしら。きっとそうよね。そうとわかったら、後でミッシェルにサンタさんのことを詳しく聞かなくちゃいけないわね。